吉田さん、軍艦島ですか。なかなかいいですね。軍艦島を青いオープンカーで走る。うん、なんと素敵じゃないですか。あの、吉田さんがね、ちょっと前に、まあ、海部屋をね、オープンカーで走りたいな、みたいなことを言ってたと思いますけども、今、現実化してますよね。私なんか、こう、人って、イメージしたものを現実にする力があると思うんですよ。でもちろん、イメージするだけではダメです。ただし、 イメージもしてないんだったら何もありませんよね。で人がねイメージしたことが何で叶なわないかっていうとイメージした後にまあとはいってもどうせね無理だろうっていうふうに考えちゃうからなんですよ。そっちが実現しちゃうんですよ。これこの「マトリックス」の中でも何度かお話ししてますけどもあの人っていうのはねこうなりたいああなりたいっていうふうに思うのは思えばいいんですよ。でその後にそれを自分で打ち消しちゃうからなんですよね。 で、思ったことがあったら早めににね、人に言ってみるとといいと思い思ます、うん、なんかそうするとね即果塾の中ではキティちゃん効果って呼ばれるんですけどもあのこのキティちゃん効果っていうのはねあの女の子が例えばね私はキティちゃんが好きなんだよって言ったらなんか周りの人がねたまたまキティちゃんグッズを持ってたらちょっと買って持っててあげようかなみたいなこの小さなねあの引き寄せの法則を作るんですよ。これがキティちゃん効果って言ってて言 自分が何をしているのかどこへ向かおうとしているのかってことは思いついた瞬間にねいくつでもいいんでどん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 言っていくといいと思いますよそうすると周りの人の力も借り入れますし自分がやったことっていうのは自分が一番最初に耳から入って聞いてますんであのそうしようっていう気持ちが固まるんですよねしかしですよせっかく宣言してもせっかく思ってもでもどうせって思うとそのでもどうせが叶うんですよ特にいやいや将来ねこういうことしたいんだけど でもなかなか現実は忙しいんだよねって言っちゃうでしょ人に話した時でもそしたらその後半の方が現実化しちゃうんですよだから絶対ビッグになるそれだけでいいんですよそこで止めればうんでそれが叶わなくたっていいじゃないですかいいとは言いませんけども仮に叶わなくたったとしてもね一歩でも二歩でもそれは前に進んだってことなんですよあとは自分の人生が人の人生ってのはそんな長くないですからね その人生が自分の夢を叶えるだけの余力を持っているかどうかですよ。私がこれからオリンピックの選手になろうと思っても、ちょっと遅いですよね。ただ、オリンピックの選手になろうと思ったら、とりあえず体を鍛えたりね、生活習慣に気をつけたりとか、オリンピックの申し込み書にサインしたりとかして、いろいろ手は打てると思うんですよ。そうやって一歩一歩近づいてはいけるんですけども、どっかで落とされるでしょうね。でも、落とされるとこまでは進むじゃないですか。でも オリンピックの選手になろうかなと思ってもいやでもこの年だからなって言ったら申し込み書を書くとこまでもいかないわけですよねじゃあどっちにしてもダメって言われるにしても申し込み書すら書かない取り寄せもしないっていうレベルでダメなのか申し込み書を書いてオリンピックの審査委員会の人が何らかの審査をしてくれた結果ダメだったのか同じダメでも随分と内容に距離が違いがありますよねでそうしたことっていうのは新しいチャレンジにつながると思うんですよね オリンピックの選手になろうと思って幼い頃から英才教育を受けてそしてギリギリのところで選考をする人もいますじゃあその人は最初から申し込んでないのと同じ意味なのかって言ったらそうでもないですよねだからダメならダメでどこまで行ってダメなのかってことはきっとですね仮にダメだったとしてもそこまで進んだっていうその記録は残ると思うんですよじゃあこの億万長者合宿のやり取りこれから何万本のやり取りになるか分かりませんけどもでもね 10万本にいかなくても8万本までいったなっていうものは残るかもしれませんし100万本までいかなくてもあ56万本までは人間はできるんだっていうふうに思えたかもしれないですよね。でも最初っからどうせ100万本いかないからさもうやめときましょうよって言ったら1本すらそこには形作られないってことになると思うんですよ。でつまりね今回の動画で言いたいことは駄目なら駄目でどこまで進んだのかっていうふうなダメの中でのね あの競争もあるんじゃないかなとまあ競争といいますかね実績もあるんじゃないかなと思うんですよ。うん、最初から一歩も歩まずに、うん「月に到達しません!」とか言うんじゃなくてねとりあえず進んでみてあ色いろいろと歩いてみたけども月ってのは別の天体だから歩きじゃいけないんだなってことに気づけば別の方法を知ってる方に出会えるかもしれないじゃないですか。ま,あ、まずはね軍艦島まですぐには行けなくても足を伸ばして外に出ることによって 軍艦島に一歩でも二歩でも近づけるんじゃないかなと思いますし、青い BMW はね、手に入らなくても、まあ、青いね、オープンカーの中古の軽自動車ぐらいは手に入るかもしれませんと。もしくはそれがダメでも、なんかね、ミニカーを買うとかして、ちょっと気分だけ浸るとか、うん、そのものは手に入らなくても、似たような疑似体験はできる。VR とかでね、最近出てきましたんで、そういうのもあるんじゃないかなと思うんですよ。ね、可愛い,い女の子と付き合えなくても、まあまあ可愛い,い女の子と付き合えれば、 いいいんじゃななかっていうところもねなんかありますけどもまあいつもねこうやって男女関係が例に出てしまうところに私の底が見えるんですけどねじゃあ今日はこのぐらいにしときましょうか991話でお送りします残りわずかですねいってらっしゃい